まずは折り紙を四角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります これを縦にしてさらに半分に折ります開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折りますこの正方形を今度は 三角に半分に折ります開いて90度回してこちら側も三角に半分に折りますこれを開いて折り筋に合わせてこのように折り替えます 反対側も同じように折ります。これは伝統的な二層船の折り方です。この三角を立てて、真ん中から開いて、このように正方形の袋にします。反対側も同じように、 中から開いて、正方形の袋にします。この正方形の袋を上にめくりながらこのようにひし形に折っていきます反対側も同じようにひし形に折ります。 これを裏返して、この両側の角を下に向けて閉じます。再び裏返します。この中心からひし形の中心までをこのように折ります。 折ったら一度開いて、この中側の部分だけ閉じます。反対側も同じように、上の真ん中からひし形の中心までまっすぐ折って戻して、上の部分の紙だけ閉じます。これを横にして、この下の部分を真ん中の横線に合わせて折ります。 ひし形ごと折ります折ったらそれをさらに斜めに折り返しますこんな感じです上下ひっくり返して反対側も同じように折ります真ん中の横線に合わせて折って それをさらに、下から、斜めに。開いて、折り返します。縦にして、左右のバランスだけ、注意します。表でも、一応確認して、ずれを直します。裏返して。 今度はこの部分なんですけれどこの部分を両側とも開きながらこのように閉じて折り替えます。 次に、この先っぽの部分を上の角に合わせて折ります。折ったら、この部分を上に向けてさらに半分に折ります。反対側も同じように折ります。上の三角を折って、 それをさらに半分に折ります。この腕の部分を耳の前まで持ってきて、これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。中心部分に小さく鼻を取って、 その下に口を書きます。目は、両側、真ん中よりも少し内側ぐらいです。まん丸を意識します。目の上の部分に光の丸を書いて、ほっぺの 丸も書きます耳の先の黒の部分も線を引きますこれに色を塗っていきます細いペンで目と鼻と口を縁取りします耳先を黒く塗って でほっぺの中を赤く塗ります目の中を塗りつぶして完成です両面テープを両手の部分に貼ってこれを好きなものに貼り付けます今回はこのモンスターボールに忍ばせてみます 鼻が少し出るぐらいの位置で合わせて、両面テープのついた両手を曲げて貼り付けます。これで、ひょっこりピカチュウの完成です。